パリの夜に降臨したアジアの若きファッション王。平野章のルイ・ヴィトンでの衝撃的な一夜。平野章がルイ・ヴィトンの店でどのように扱われていますか販売員の態度は何ですかパリの夜がいつも以上に華やかだった1月16日、平野章がフランスのルイ・ヴィトン 170BD セイントジャーメイン店に現れました。彼の到着は、一見すると普通の買い物客の訪問に過ぎないように見えましたが、 実際にはそれ以上の出来事でした。平野翔はアシスタントとボディーガードに囲まれ、ルイ・ヴィトンの店舗に足を踏み入れました。彼の迅速で優雅な動き、そして洗練された態度が店内を一層輝かせました。ルイ・ヴィトンの信頼できるスタッフからの情報によれば、その夜の出来事は特別なものだったと言います。彼らはアジアの若者が一段で店内に入ってきた瞬間を鮮明に覚えています。 その若者が特別扱いを受けたのは彼が有名な人物であったからでしょう。彼は洗練された外見と不思議な魅力を放っており、まるで有名なスターのような輝きを持っていました。店内の空気が一変したのは言うまでもありません。販売員たちは最新の商品を平野賞に紹介しました。彼はそのアドバイスに非常に満足し、商品を選ぶ際の彼の姿勢は、 ファッションに対する深い理解を持っていることを明確に示していました。特に彼は香水の棚で長い時間立ち止まり、最終的に3つのアイテムをまとめて購入しました。この購買行動は迅速で、彼の効率的な買い物スタイルが伺えました。買い物が終わった後、スタッフたちは彼が日本の非常に有名なスターであることに気づきました。平野章はどこにいてもその上品でスターのような魅力を放っており、 ルイ・ヴィトンのスタッフさえもその魅力に引き込まれました。彼の存在感は非常に強く、ルイ・ヴィトンが平野賞を日本の代表的なキャラクターに選んだことは完全に理解できます。彼はまるでルイ・ヴィトンのために生まれてきたかのように感じられました。平野翔がルイ・ヴィトンにもたらした成功は計り知れません。彼がフランスに滞在中に着用した服は日本の店舗で即座に売り切れるでしょう。 彼のファッションセンスと影響力は非常に大きく、多くのファンが彼のスタイルを真似したいと考えています。彼はルイ・ヴィトンの男性周到ファッションショーで輝くだけでなく、フランスの街中でもその存在感を示し、多くの人々の目を引いています。彼が達成した成功は、エンターテインメントニュースやソーシャルメディアで広く取り上げられ、国内外で多くの注目を集めています。このエピソードから見えてくるのは、 平野翔がただの有名人ではなく、世界的なファッションアイコンとしての地位を確立しつつあるということです。彼の存在は、ルイ・ヴィトンのような高級ブランドにとっても非常に重要であり、その影響力は今後もますます強まることでしょう。それでは、平野翔が次にどのようなステージに進むのか、彼のファッションセンスがどのように進化するのかについて考えてみましょう。 彼が他のブランドともコラボレーションする可能性はあるのかまた、彼自身がファッションデザインに挑戦することはあるのかこれからも平野ショーの活躍から目が離せません。平野ショーがどのようにしてファッション界でこれほどの影響力を持つようになったのかその背景には彼の個性的なスタイルと自然なカリスマ性があります。彼のファッションは常に時代の先端を行き、彼自身の個性を強く反映しています。 彼が選ぶ服やアクセサリーは、ただのアイテムではなく、彼自身のストーリーやメッセージを伝えるツールとなっています。ルイ・ヴィトンのような高級ブランドにとって、ヒラノショのような存在は非常に価値があります。彼のファッションセンスは、ブランドのイメージと完全にマッチし、彼が身につけることで、その商品価値がさらに高まります。これはブランドにとっても、消費者にとっても大きな利益となります。 平野翔がルイ・ヴィトンのショーで着用した服やアクセサリーは瞬く間にトレンドとなり世界中のファッション愛好家に影響を与えましたこの現象は彼が単なるモデルやタレントではなく真のファッションアイコンとしての地位を確立していることを示しています今後平野翔がどのような挑戦をするのか多くのファンが注目しています彼のファッションセンスとクリエイティビティを考えると 彼自身がファッションブランドを立ち上げる可能性もあります。また、他の国際的なブランドとのコラボレーションも考えられます。例えば、平野翔が自身のコレクションを発表し、そのデザインに彼の独自のスタイルを反映させることは非常に魅力的です。彼のデザインは彼のファンだけでなく、広く一般の消費者にも受け入れられることでしょう。平野翔の影響力はファッション界にとどまらず、 社会的な面でも大きな力を持っています。彼は多くの若者にとってロールモデルとなり、彼の行動やスタイルは彼らに大きな影響を与えています。彼の存在は、ただのエンターテイナーではなく、社会的な意識を持ったインフルエンサーとしての役割も果たしています。例えば、彼が環境保護や社会的課題に対する意識を持ち、そのメッセージをファッションを通じて発信することで、 多くの人々に影響を与えることができます。これにより、彼の影響力はさらに拡大し、彼自身のブランド価値も高まります。平野章のこれからの活動には、非常に多くの期待が寄せられています。彼のファッションセンス、カリスマ性、そして社会的な意識は、彼を単なるファッション、アイコン以上の存在にしています。彼の次なるステップは、どのようなものであれ、多くの人々に影響を与え、 インスピレーションを与えることでしょう。皆さんは、平野翔の今後の活動についてどのように考えますか彼が次に挑戦する分野やコラボレーションしてほしいブランドについて、ぜひ意見をお聞かせください。彼のファッションアイコンとしての未来に期待しながら、私たちもその進化を見守っていきましょう。平野翔の物語は、単なる成功談ではなく、彼の努力と情熱。 そして、その結果としての影響力を物語っています。彼の存在は、ファッション界だけでなく、社会全体に対しても強いメッセージを発信しています。これからも彼の活動を応援し、その成功を共に祝福しましょう。そして、私たちも彼の影響を受け、自分自身のスタイルや生き方を見つめ直してみませんか彼のように、自分らしさを大切にしながら、 時代の先端を行く生き方を目指してみるのも素晴らしいことです。平野翔の未来に期待しながら、私たち自身の未来にも希望を持ち続けましょう。皆さんは平野章のスタイルや彼のルイ・ヴィトンでの経験にどう感じましたか彼のファッションセンスや影響力についてどのように思いますか彼の今後の活動についての予想や期待をぜひ教えてください。